では朝日区のお話です。始まり始まり。さっちゃんの馬頭観音。大正時代の初め頃、今の旭区川島町の村外れに、小磯早五郎さん、薩さんという夫婦が住んでいました。薩さんはみんなにさっちゃんと呼ばれていましたが、ちょっと変わったところがありました。今日も早五郎さんが仕事に出かけようとしていると、お前様、今日は昼過ぎから雨になりますで、傘持ってってください。と言って、傘を差し出しました。早五郎さんは、うん、と傘を受け取り、家を出ました。空は雲一つないいいお天気です。畑にいた村の人が声をかけました。あれー、早五郎さん、傘持ってるっちゅうことは、またさっちゃんに言われただか。早五郎さんは、うん、とうなずき、スタスタと歩いていきました。夕方、雨が降ってきました。早五郎さんが傘をさして帰る途中、朝に出会った村人にまた呼び止められました。おかげさまで干していたそばの実濡らさずに済んだ。今度お礼にうまいそばやるで、さっちゃんによろしく言ってくれや。早五郎さんはうなずいて帰っていきました。そんなふうにさっちゃんは他の人にはわからないことを時々口にし、それが不思議と当たるのでした。ある日、村のよしえさんが来て、さっちゃん、おら財布なくしちまっただよ。その茶色の男物なんだが、しまったはずのところいくら探しても出てこないんだよ。どこにあるかわからんか。さっちゃんは目を閉じてしばらく考えていましたが、タンスの引き出しの裏に落ちていると言いました。いや、そうか、後ろに落っこちてしまったがな。ありがとよ、さっちゃん。よしえさんはお礼を言って帰ろうとしました。すると、そりゃ、与作じいさんの財布だな。さっちゃんが言いました。よしえさんの顔が真っ赤になりました。いや、そうか、そこまでわかるだか。よしえさんは内心舌打ちしました。拾った財布を自分のものにしようと思っていたのですが、落とし主が分かってしまっては返すしかありません。けれども、与作じいさんに財布を届けたよしえさんは、お礼においしいまんじゅうをどっさりもらい、さっちゃんにおすそ分けに来ました。さっちゃんのおかげでうまーいおまんじゅうが食べられた。ありがとな、さっちゃん。それから十数年が過ぎた、ある風の強い日でした。洗濯物を取り込もうとしたさっちゃんは、突然激しいめまいに襲われました。ばあちゃん、大丈夫かい？孫が駆け寄ってきました。大丈夫だ。そう答えたさっちゃんでしたが、やおらあたりを見回し、誰かが
呼んでいる。誰かが呼んでいる。とつぶやくと、立ち上がって歩き出しました。ばあちゃん、どこ行くの？さっちゃんはどんどん歩いていきます。田を越え、畑を越え、原っぱを越えて森の入り口まで来ました。ここだ。さっちゃんは草を分け鏡込みました。そこには古びた石塔が転がっていたのです。ばあちゃん、それなんだ？馬頭観音様だ。さっちゃんは打ち捨てられた馬頭観音を愛おしそうに撫で続けました。その夜、仕事から帰った早五郎さんにさっちゃんは言いました。お頼も申します。馬頭観音様をどこかよいところに据えておくれな。早五郎さんと婿さんは二人で馬頭観音を運び、家のそばの道の角に据えました。天明七年に綿貫勝次郎という人が建立したと思ってある。天明の大飢饉があった頃だな。早五郎さんがつぶやきました。戦争中に倒れ放置されたか。あの辺りは今度開発が予定されているから移してもらいたくてお前を呼んだんだろうな。それからは毎日馬頭観音のお世話をするさっちゃんの姿が見られるようになりました。ある日、一人の男が村にやってきました。この辺りに、サツさんという占い師の家があると聞いてきたんですが、どこですか？そりゃ、サツちゃんのことか？だけど、占い師ちゅうのはどうかな？男にさっちゃんの家を教えてから村の人たちは噂をしました。さっちゃんが占い師だってよ。どこから来たんずら。さっちゃんの名が遠くまで知られてるってことかい。わかった。こりゃ馬頭観音様が乗り移ったな。さっちゃんを見込んでさらなる力を授けたにちげね。しばらくして村の人がさっちゃんの家に様子を見に行くと、さっちゃんは縁側に座っていました。おいおい、さっちゃんの周りに何か光が見えねえか。そういやなんとなくぼやっとしているような。こりゃ本当に馬頭観音が乗り移っただ。さっき道を聞いた男の人が何度も頭を下げています。さっちゃんに見送られて男の人は帰っていきました。それからというもの、占いを求める人が遠くは品川から静岡からとやってくるようになり、田畑で仕事をしている人は何度もさっちゃんの家に行く道を尋ねられたのでした。同じ町内に住んでいる上村さんは、嫁いでいった妹のことで悩んでいました。そんな時、占いがよく当たるというさっちゃんの噂を耳にし、訪ねてみると、さっちゃんの家の前には
占いを求めて多くの人が集まっていました。しばらくして上村さんの番が来ました。奥まった部屋に入ると、さっちゃんは長いキセルでタバコを吸っていました。さっちゃんの正面に座り、上村さんが口を開こうとした時でした。嫁さんかい？いや、妹か。さっちゃんはふっと煙を吐き、上村さんの頭の上あたりを見て言いました。妹です。嫁ぎ先で病気になったんだが、医者もわからんと言って、弱る一方です。助けてやりたいです。お頼み申します。さっちゃんは鏡を開けて覗き込み、不思議な形の木の根っこを指先で撫で、ゼイチクをじゃらっと振りました。今、辰巳の方向に行ってるだろうが、それじゃダメだ。宇の方向の病院に行け。さっちゃんのお告げに上村さんは驚きました。確かに妹が入院している病院は辰巳、東南の方向にあったのです。心配することはねえよ。さっちゃんは上村さんの後ろへ回り、両手を肩に置くと、心配することはねえよ。ともう一回言い、ポンと肩をたたきました。上村さんは体の中に何かがスッと入った気がして、背筋がピッと伸びました。家へ帰った上村さんは、宇の方向、東の方向を調べました。すると、最近できたばかりの病院があったのです。すぐ妹を転院させると、そこのお医者さんが言いました。よく連れてきましたね。もう少し遅かったら手遅れになるところでした。そうして妹の病気は回復し、すっかり元気になったのでした。占いを求める人はその後も続き、仙台や関西、四国方面からもわざわざやってくるほどでした。さっちゃんは昭和39年に76歳で亡くなりました。さっちゃんの馬頭観音の前に置かれた古い線香立てには、東京や平塚の人の名前が刻まれています。祠も立派に建て替えられ、さっちゃんの馬頭観音は今も大切に守られています。終わり。さっちゃんの馬頭観音でした。